ありがとうございます、もちろんじゃあ皆さん元気になって帰りましょう。聞いてくださいレモンパン。メロンパンじゃないレモンパンがいい、甘すぎないかなレモンパンがいい。ねえ僕の大好きなレモンパンがいい。目覚めた朝は洋食です、眠った頭を働かす牛乳バナナヨーグルト、お腹の調子を整える。廊下芝居やりすれ違う、君は誰かと話してる。ふわふわすぎるこの瞬間、見つめるだけで胸いっぱいだけど、力欲しがる主役はやっぱりメロンパンじゃないレモンパンがいい、甘すぎないからレモンパンがいい。ねえ僕も大好きなレモンパンがいい。過ぎた朝は和食です、レモンを裏切りお茶漬けと、納豆からお味噌汁、体のバランス整える。肘をついて考えて、浮かんで消えるその笑顔、綺麗なあの子が違って僕の知らない君の顔。だけどあいつが欲しいから、お昼はやっぱりカレーパンじゃないレモンパンがいい。人気はないけどレモンパンがいい。ねえ今日のディナーもレモンパンがいい。最後まで楽しんでてください。杉本舞子と申します。この方もよかったら「レモン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 」ありがとうございました。